ウリュツベイ、何してるの？パソコン修理中にカットリーヌの髪型を、コンにしようと思ったんだけどね。しようと思ったってことはできなかったよ。これがコンプというのかわからないんだ。ほほとちゃん。よ、吉田幸太郎さん。で、こっから何回言ってもカットしてくれないんだよね。まだ髪型あるの？ボンデリングがあるはずなんだけど、せっかくだからヘアカラー、カラーコンタクト、ボディカラーペイントもダウンロードしたよ。見たい見せてよ。はいはい、ちょっと待ってね。これ録画してる時はわからなかったけど、ボディカラーペイントってこれのことか。気づかなかったのか。いやー、顔2枚でだとか塗れるから、それのボディバージョンかと。あー、体2枚でだ塗れると思ってたのね。そそそそそ。お化け。ゾンビ。ホラーだね。ハロウィンが楽しくなりそうだね。もうみんな去年楽しんだわよ、きっと。さて、ヘアスタイルを紹介していくよ。可愛い髪型増えたね。でもポンデリング欲しかったな。なんかもう正式名称になってるのね、ポンデリング。今調べたんだけどさ、ポンデリングは常吉のお店をオープンさせたら、ゲットできるらしいわ。じゃあ早く行きなよ。うん、先お風呂行ってくるわ。風呂かよ。湯が冷める。いてら。しかし可愛い髪型も多いけど、これ使う人いてるの？って髪型も多いよな。これは絶対ハトリだ。昔のアマさん、トトノウくん、カツオ、ベッカム、落ち込んだスネオ、もう無理。誰だ君は、スーパーサイヤ人。ただいま、お帰り。なんとも言えん髪型が多くて困ったよ。海外の人も遊ぶからね、あつ森はワールドワイドなのだ。髪の色も増えたねー。わかりやすいようにロングヘアーで紹介していくよ。いいねー、私生活もこれぐらいスムーズに、髪の色を変えたいものだねー。本当に、色素が強いのか一回脱色しないと色入んないんだよ。美容室行くと年齢的にやめときって言われたんよね。あの時30ぐらいだったのにそんなこと言われなあかん。まあご近所さんだから親目線で言ってくれたんじゃ。私は黒髪で墓に入りたくないんだ。大丈夫、髪は燃える。そういうことじゃない。黒髪になると学生時代の言いたいことがあっても言えない。暗くてイジイジした人間に戻りそうで嫌なんだ。ならさっさとプリンちゃんなんとかしなよ。カラメルソースがドッドドロだよ。ケアフェスまでにはカットして色もなんとかするよ。YouTube 始めて時間がないんだ。収益化までもう少しだからね。でもライセンスとか課金とかしてたら、プラスになることはなさそうだ。このままだと。それはね、みんな頑張ってるからね、そしてセンスもある。だからできるだけ頑張んなさい。はい、目標は一度でいいから収益をもらうことです。それがクリアできたらのほほん投稿にしたいな。この髪型と目の色に決めたのね。うん、ご機嫌だどん。ボンデリングは？はい、やってきました、トニーの島に。美術品集めてないもんねー。偽物買うと処分に困るからねー。売れないから捨てるしかないもんね。もったいないじゃん、使いこなせないし。あと270ベルです。めっちゃ集まってね。橋や坂も半年放置しとけば、これぐらい寄付されるのかねー。今日トニーと最後の会話かもって動画出したばっかなんだが、早速話しちゃったね。こっちはあと190ベルだからさっさと寄付してー。10万ベル出して回転させたのは何だったのか。それな。ではお待ちかねポンデリングにしてもらいましょう。しかしお店の開店とリンクしてるとは思ってなかったわ。かわいい。ちなみにパニーと話さなくてもカットしてもらえたから、しくったわ。やめてあげて。多分これでフルコンボだどん。赤いねえ。赤にして仕事に行ったら怒られたわ。意外と接客のコンビニの方が緩かったりするよね。まあ嫌ならやめればいいんだから、メリットデメリット差し引きして、やっと雇われてて有給あるのはありがたいから、行くべ。YouTube 初めて本当に、雇われてるのってありがたいなって思うよね。うん、パソコン壊れた時はマジで困った。修理代とか会社持ちじゃなくて自分持ちだもんね。よし、経費で落とせる日を目指して頑張るぞ。ヘアスタイル見たかった人からしたら何の話？大丈夫、簡潔にショート動画にするから。なるほどね。それではご視聴ありがとうございました。またね。